レッド TV ラジオ年越しスペシャル、どうも皆さんこんにちは。現在12月31日23時45分、年越しまであと15分となりました。ですのでね、まあ皆さんで、まあ年越し祝おうじゃありませんかと。まあちょっとね、音声だけなんですいませんが、まあ、どんな状況かはちょっと、ご想像にお任せします。現在ね、何見てるかと言いますと、ガキの使いの、笑った駅内見ています。すごい面白いことになってますよ。あと10、まあ今ね45分なので、まあ大体そんぐらいの時間にいつもね、まああれ笑ってはいけないで笑ってるという超能ができてね、面白いことになってる。で結局ねビンタなんだよね。で一応ゲームの方は動物の森の年越しがあと今ちょっとうるさいね。今残り13分ということで、まあ正直ね、年のねカウントダウンするまでねやることないんですよね。もうこっからあとはもう山先を思いっきり殴られるだけだよ。山崎殴られたらもうあとはほとんど終わりじゃね。まだ殴ってか今年も殴られんだね。そういえばね、まあ今日テレではね、まあこれなんですけど、他の動画、映像では、映像っていうか、まあテレビ、チャンネルはどんな感じなんですかね。一瞬、獄中生活送ってるけど、まあ今現、あと12分か。まだちょっと時間あるね。NHK では紅白。今年どっちが勝つんですかね。それであと、テレビ朝日5ちゃんでは、クリームシチューと林修先生のなんかクイズ対決みたいなあるみたいなんですけど、あれもなんかね、まあチーム戦で分かれてみたいな。それであとフジテレビは、今ワンピースやってんのかな。で今他の知ってんの、まあ他のね、どの番組でも、まあケーブルテレビとかでも今もうなんかもう十何時間連続とか放送されてんのばっかですよね。まあ年越しだから仕方がないか。そんな感じです。年あれ、もうビンタされたの？ああ、なんだ、ビンタされてたのかよ。見過ごしたな。これさ、一回見過ごしちゃうとさ、長いんだよね。長いからさ、ちょ見切れないんだよな。認知して自分の子供にするって。いや、しないでしょ。ああ、もうあれか。もうゼロ、もうすぐ年越しだな。あともう少しなんだよ。あと10分や。あ、ひろちゃん連れて帰りました。なんだそれ。雑に置くねんな。まあ、まあ、年越しの、まあ、30秒前ぐらいになるまで、まあ私がただテレビ見てる感想をどうぞ、まあそれ黙って聞いてください。笑ってんでしょ。
地震か？地震だね。揺れてる揺れてる。揺れてんな。揺れてんね。確かにそうだね。うるせえなこれ。出たからそこを見てくれ。大悪人ってさ、そうだ、この人たちもさ、今回捕まってるってやつでしょ。初心者通過。めんどくせえわ、ちょっと。なるほど、松本。大体ここら辺来るとね、スーヤンもあれかな、もう暴露とかやんないのかな。隣。さあ、動物の森もね、あともう少し。覚悟だけは完治。嘘でしょ。ああ、もうあれか、エガちゃんか。もうエガちゃん25チップやばいな。でも面白いけどね。映画社に25分10分ね。バカげてっけど。なんだこれ。ほんと危険人物だね。おいのもあ、バカじゃねえの。すげえな。こんなことやされんのか。もう年越し前の祝うさ、時間に何見せてんだよ。あ、そうだ。そういえばね、もう0時になって、まあ年越しのその間際になるとね、まあメールとかで、まあ明けましておめでとうございますとか、まあ明けおめことよろとかね、いいと思うんですけど、まあ、やりすぎると本当ね、まあネットのね、そういうサーバーとかがね、負荷かかって大変なことあるんでね、ほんと、つなげなくなるんですよ。そういえば、あれかな。確か、天空の城ラピュタの時ね、あれもうバルスって言った瞬間にみんなツイッターでもバルスってつぶやきまくっても、ツイッターのサーバーが、ちょっと落ちたとかいう。ああいうのがあるんでね。と、まあ、あんまつぶやかないでって言うんですけど、やっぱつぶやいちゃうよね。もうこっちもね、もうつぶやく準備してるんで。まあ、つぶやいちゃうよ、こっちも。さっさと準備じゃ。さっさと準備じゃ。
で一応まあ友人にもまあメール送ろうと。あ、もうあれかな、今もう20もう55分なので、もうあとは驚いてはいけないかな。覆面監視集団って。まためんどくさいな、驚いてはいけないでしょ。法政とこういう子ってことは浜田だけ、あって松本に無茶はさせらんないでしょ。ローに言われた、一緒にしてとか。まあね、一応まあ怖いけどね、うん、残りダウンタウンだけ残されてるけど、松本受かんのか。手錠で拘束。まああとで、安心できねえだろ。脱獄訓練、脱獄してもらうって。結局驚いたらアウトって言うけどさ、驚いても特に何もないよね、いつも思うんだけど。だから関係ないんじゃないかな。そう言ってる間に残り3分だね。浜田の顔ひでえな。5万円の脱獄メダルってなんだよ。おお、いきなり CO2 ガス。残り2分30秒。早いですね。おい、なんでもいいけどさ、早くツイッター開いてくれ。って感じだった。ビビってんな。田中は、田中ビビだかな。ないやんな、でも田中なんか、まあな、一人だけでなんか、すげえなんか、まあな、特になんもないだけど、夜中の、とか言ってたり。ゲゲにもの顔真似の方と絶対似てないでしょ。またなんか頭おかしいこと考えてんじゃないの。筋肉マン。まああと1分30秒ですね。今年も、もうね、まあ悔いがあろうとなかろうとね、もう何もできないですけど。まあ諦めてもう、今年ね。似てねえだろ。宇宙じゃねえよ。はい、あと、はい、あともうすぐ、バカだろ、これ。バカだろ、似てねえよ、誰だよ。ツンク、宇宙でしょ。これさ、パソコンのさ、やつと、ゲームのやつと、実際の時計、どれが合ってるのかわかんねえ。ご本人？まあちょっとじゃあゲームのでいいかな。違うな、どれかわかんねえ。どれかわかんねえよ。似てないっすだから。まあいいや、あとまあいいや、あと10秒ってことでいいや。じゃあ、明けましておめでとうございます。まあ、ちょっとね、どの時間が、
正解なのか分かんないんですけど、まあ年は明けました。明けましておめでとうございますね。今年も1年間2015年もね、レッド TV シリーズをご覧になってください。早速1月1日からまあ新春レッド TV を放送いたします。 YouTube の方でね。でこの動画もあれで一応また動画っていうかこのラジオも YouTube の方で再配信させていただきます。まあ1年間今年も皆さん良い年でありますように。では早速友人にメール送ろうかな。おお、びっくりした。なんか下が繋がんねえんだよな。さあ、じゃあツイッターの方で。おめでとうございますね。ございます。今年も1年間よろしくお願い申し上げます。投稿今ツイキャスの方で配しました。じゃあこっちはですね、まあじゃあ新年明けましておめでとうございます。はい、なぜかね繋がんないんですけど遅いな。なんでこういう時に限ってネット遅くなんだよっていうか、もうそうだよね。みんなね、明けましておめでとうございますって打ってんでしょ。そりゃ遅くなるわ。佐藤蛾次郎そうなの？ふざけてんでしょ。お前がやって、そりゃそうだろ。頭おかしいって。頭おかしいでしょこれ。もう田中ももう諦めた方がいいんじゃないか。動けない。はい、どちらが箱に田中の高速を解く鍵があるって絶対片方ビビりだろ。ちょっとね、ちょっとボリュームがうるさいんで。どうせまたなんかビビリかなんかだ。やっぱり電気か。ビビリってかビリビリやな。じゃあまあね、まあ時間余ってるから、まあ、今年の抱負みたいなのを言いましょうかね。まあまあアスクでもね答えたように、今年はまあ3年生なので、まあ、課題研究 のまあいい出来を見つけするの、いい出来にするのと、まあ、成績上昇、そしてまあ部活での活躍、とにかくねもう電気電子関係のねをもう勉強完璧にしたいですね。あとまあ友人に聞かれながらでもできるように したいです。3年生だな。あとはもう、まあ、とにかく成績上げないとね、まあ、指定校推薦で受かりたいので。
で、あとはまあ、これネットのね、活動で、まあ、YouTube での、動画の、まあ、再生回数を増やしたいと。まあ、なんとかして頑張りたいですね。あれももうちょっと不気味なロッカー。やっぱ中川パラですね、パラですね。来ると思った、なんか。ラダイス。 多分言うと思ったよ、なんか。監禁部屋。まあ、早くね。分かったから、早くさ、繋がってくれや。田中はええよ、もう。なんか失敗そうやな。左ハサミゴミ箱に入れる。4。逆にさ、救出失敗したらどうなんの？30秒で4つ無理だろ。あ、行ったんだ、すげえな。救出成功なんだ。なぜか椅子が傾く。1月1日になりました。まあ、それはもうお前に分かってると思うんですけど、今年の最初は、1月1日の、まあ、何回1月1日って言うんですかね。もう少ししたら、まあ、大体8時9時ぐらいに、本日は、湯島天神と浅草の方へ行こうと思ってます。多分最初に浅草行って、その後にあれかな、湯島天神、学問の神様ね、藤原道真ね、道真とか、そんな感じの名前の人がいたという、まあ、学問の神様だ。成績上げるにはもってこいやな。で、その人たちがいるという、と言ったら、僕は、ここの清いものまね。まあ、毎年1年に1回、まあ、浅草と湯島天神行くようにしてるんですよ。浅草はまあ浅草寺で、湯島天神の近くねえと、まあ、上野があるので、そこのね、飴屋横丁で、まあ、ちょっとなんか食べ物買ったり。うわ、なんだあれ。そりゃ今回新より出ました。出たか？見てねえな。イージーよかった。 うわ、気持ち悪い。さあ、まあ、放送の方もあと6分になりました。まあ、こっからはね、まあ、じっくり、まあ、放送終了まで私がテレビ見ている時の、そのリアクションかなんかを楽しみください。万歳。花火あったのね。花火上がってんのね。やべ、花火とか何も見てなかった。そういえばね、今日てか昨日か、なんかマーティンがね、また電車の旅行ったみたいなんですよ。彼の LINE を見てたらですね、まあ、なんか電車の旅行ってから、あ、
なんか、ガキ使見ますとか書いてあったので。ああ、まあ、マーティ、大晦日でも電車旅行くんだ。何やんだろうと思いましたね。またなんか、あれかな、青春18切符の手に入ったのかな。あ、でもまあその話全く聞いてなかったけど。まあ別にマーティンがね、そうやって楽しんでたんだったら楽しんでいいんじゃないですか。多分。まあ本日の番組、まあ楽しみといえば、またあれかな、あれ、なんやっけ、あいつや、また志村けんと所ジョージの戦うお正月とか、まあ、それぐらいかな、今日の楽しみといえば番組はね。まあ今年も、なんか一世風靡したやつってないよね。まあタオホみたいなことやってんじゃん。おはトラウトラクイズもらってるってないよね。脱獄地点言えてないよね。電話ボックスとか絶対怪しいじゃん。毎回なんかあるよね。多分上からなんか変なもん被るか落ちるか。得意とかあんのかな。脱獄する人がやらないとか、なんで。獅子舞持っといたろうかってない。タムケンが、タムケンやんの。この人だって関係ないじゃん。え、髪型作ってるやんけって。真面目やな。ゴツゴツした砂利。うん、あいつのパターンはね、確かに電話かかってくけど。またアホな、なんかアホなことなんじゃん。おい、今止まんな。焼肉屋のオペ赤字じゃねえな。マリネタってさ、そもそもこの人じゃないから。上からやっぱ落ちてくるのか。粉扉をロックと大量のバブル。ほんとバブルだな。お、優しいな。ハハハハ、アホらしいな。では放送はね、あと残り1分となりました。ではね、もうここで、お別れになってしまうんですが、またね、YouTube の方で、さまざまな Red TV、Red TV プラス、ゲームプレイ、Red TV マイナスなど、今年もね、いろんな動画を出していこうと考えています。まあ、基本取りだめになってしまうんですけど、まあ、意見をくれた人はね、なるべくその意見を反映するように、頑張っていこうと、考えておりますので。ぜひね、今年も1年間、レッド TV の方を、よろしくお願いいたします。それでは、また次回、レッド TV シリーズのどれかでお会いしましょう。では、さようなら。